はい、ちょっとね、今緊急で動画回しております。なんかクラブでね、あの嵐が出たみたいなんですよね。で、どんな嵐かっていうと、なんかタイマンを張って、で、なんか負けた人をボロクソに言うっていう、なんか極めて悪質な、嵐が出たということで、もうこの人とね、なんかタイマン張ろうかなと。俺がこれ以上クラメン傷つけられるのももうあれなんで、もう俺がボコボコにしていこうかなと思います。いや、M 元って人全然信用してくれんやん。もうこっちが嵐なんじゃね。プロフィール見たらもうパワー一同なんで、すぐわかると思うんですけどね。まあいっか。この人か、嵐はタイマン大好きって人らしいですね。この人が原因作ってるんで、もう俺がね、タイマンで勝ったらあなたは出入り禁止ですよっていうことを伝えたんで、この人を倒して、まあ無事に、クラブを綺麗にしていこうかなと思います。はい、キル数で勝負しまして、スタパとね、ガジェットありで、まあコルトでタイマンをしていこうかなというルールでございます。やっべ、バカ緊張するわこれ。これ負けたら、うちのクラブがもう乗っ取られるようなもんなん で、これで負けてしまうと正直何も言えない。もうなんかリーダー譲るぐらいまでの覚悟できてるんで、よしよしよし。で、ここはガジェットをね、いかに温存するかだと思って、やばい、ちょっと待て、ちょっと待て、よし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 。いや、これはち怖い。タイマンとか全然練習しなかったんで、やばいやばい、あぶねえ、こわこわ、これやーべー、めちゃくちゃ怖い。よし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 、回復しまして、来た。いや、やべえ、4人も見てる。これはマジで勝たないとやばい。ちょっと待って、押されてる、体力がやばい。こっちこっち、いやー、多分この人うめえな、多分なんですけど、これさばかすね。いや、そりゃそうか、絶対さばかすね、これ。誰かの、うわー、いや、今の引き分けかい、引き分けかい、今ので。なんかうまさってなんか3段階に分かれてまして、ひたすら右に避けたり、まあ、一方方向に避ける人と、なんか右避けたら左避けるって人と、あとね、もう一番うまいのは、なんか右避けて左にちょっと行ったふりして、また右に逃げるみたいな、このなんかステップ踏むやつと、まあ、分かれてるんですけど、この人はよしよしよしやばい、うわ、うめえわ、ガチでうまい。ちょっと待って、いや、でも2対1なんで、で、多分この人は左右に避けるのを基本に、たまにステップ踏むって感じですね。左右に避けるんで、もうこう狙っ、よし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 、掴んできた、相手の特徴掴んできた、だいぶ有利ですね。なんで、左右に避ける、次左右に避ける。いや、避けんの、それ避けんの、ガジェット使い、とりあえず、よし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 、あっぷね、マジでめちゃくちゃ怖かったー。はい、というわけで、俺の勝ち、なんで負けたか明日までに考えといてください。ということで、まあ、ギリギリ勝てたと。危ねえ、マジで。このクラブ乗っ取られるところやった。はい、勝っていく。はい、というわけで、まあ、この人はね、まあ、荒らした罪ということで、出禁になりました。そして、何か言い残すことがあればどうぞという、この謎の優しさを見せていく。そして、さすがですというコメント。うん、この人は間違いない。仲良くしてもいい人だ、ということで。まあ結局、まあ出禁にはしなかった、ということなんですけど、一つね、気になったことがありまして、問題なのは M 元、あなた。あなたなのよ。なんかね、荒らした人は、まあなんか礼儀が正しかったのよ。うん、それに比べてどうよ。うるさいのよ、あなた、ずっと。あれって何？あれって。そうなのよ。この人がね、なんか若干怪しいんですよね。なんか本家の嵐よりもこっちの方がもう喋ってくださいとか言うとやん。ちょ、いいこと考えたわ、俺。この人と出入り禁止をかけたタイマンもう一回やろう。この人ちょっと荒らしてるわ。ああ、多分本人自覚ないけど、これ荒らしてますね。あ、ほら。タイマン大好きさん、ほら、もう荒らしちゃうやん、多分。だって礼儀良すぎるもん。この人やな、問題は。いや、普通にオッケーしとるやん。知らんぞ。出入り禁止やからな。知らんぞ。はい、さっきの人は普通に蹴ってなかったんですけど、まあ、この人は本当に蹴る。うん、多分あの人も、まあ、蹴られんやろうなと思いながらやってると思うんですけど、俺は全力で蹴りに行きますね。ちょっと待って、あの人ステップ早いな。いやー、なんかちょっと上手い気がする。さあさあさあ、やばい。やばい、そこでガジェットやばい。ちょっと待って、一旦引いて。よしよしよし。いや、マジで緊張する。この人はマジで蹴らんとあかんと思う。出入り、さっきの嵐よりよっぽど立ち悪いかもしれん。
さあさあさあここで、あとやばいやばい、若干うまい、若干うまいの何ガジェット、やばい、やったな、なんで若干うまいの何、本当に本当にこれ負けたらやばいな、やばい、ちょっと待って、あっぶね、ちょっと待って、マジでどうしよう、勝てる気がしない。さあさあさあ、いました、で上にいるんで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、当たらん、なんでこんな当たらんの、あっぶねー、よしよしよ、分かった分かった分かった、右行ったら次絶対左行きますこの人、なんで相手の足を見ながら、相手の足を見ながらで、ちょっと距離感を詰めてって、でここで絶対左、よし左で右で左、あ、まあまあこれ温存しまして、よし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 、分かった、この人の特徴が分かった、完全に理解した、しくった、お前飛んでくる、それそれはアドっすね、よし、さあさあさあゆっくり、もう落ち着いてきますね、今のところ3キルなんで、まあ、ほぼ逆転はないと思うんですけど、まあでも、はいはい、ここでウルト、ウルちゃうガジェット、もう読めた、最初どうなるかと思ったけど、もう読めたんで全然いきますね、これは。もうあの右サイド、左サイドのステップ、あぶあぶあぶ、うん、右左のステップが多いんで、まあ大丈夫です。はいはいはい、はい、処刑タイム入りますということで、まあ、すぐ抜けて、で、まあ、この人にも同じように、できん。タイピングね、今まで携帯でスライドでやってたんで、ちょっと慣れてないですね、このタイピング。できんということで、普通にいけるよ、俺。絶対いけるからな。できんって何ですかとか言うとやん。何か言い残すことはありませんかっていう、いつものやつ。はい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 。出勤じゃねえよ。出勤じゃねえよ。出禁な、意味分かってないのこの人。それ知らんよ。言い訳やろ、それは。それ無理よ。とか言ってるやん。まあ、さすがに今のは無理と。まあ、勝負に乗っちゃったからには、まあ、最後に言い残すことを言っていただいて。あ、来た来た。言い残すことを言います。さあ、ここで、何を言うのか、ガンさん。なんかね、ここで気の利いた一言というか、面白い一言来たら、まあいいんですけどね。うん、ガンさん、また、ふざけんな、お前、絶対やらんからな。もう二度とない。もう出禁なんで。はい、というわけで、まあ皆さんもね、ぜひ、クラブが荒らされた際は、タイマンで勝負してみたらいいのではないでしょうか。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。いや、これ面白いな、タイマン。山田さんとも勝負したいな。